あなたの子供に嘘をつかせない9つの方法。人生で一度も嘘をついたことがない人なんてきっといないでしょう。嘘をつく人はどこにでもいますよね。でも、もしも自分の子供が嘘をつくなんてことがあったら、どうしたらいいのかわからなくなるもの。どうして自分の子供があなたに嘘をつこうと思ったのか、あなたが親として何か間違ったことをしてしまったのか、などと戸惑ってしまうことでしょう。ブライトサイドは、なぜ子供が嘘をつき、あなたはどう罪悪感を感じるのか分かっていますよ。あなたのある状況で取る態度が、子供が本当のことを話せない原因を作っているってご存知でしたか？この動画を最後までご覧になって参考にしてくださいね。9. 子供は因果関係を分かっている。本当のことを言えば、叱られたりお仕置きされることが分かっていれば、強いて本当のことを伝えるのはたやすいことではありません。そして時としてこれが本当の理由。本当のことを言えば、お仕置きが待っていてそれが嫌。これは子供がひどい過ちを犯してしまった時にも、大したことでない時にも、両方に当てはまります。些細なことであなたがいちいち子供に怒っていると、子供は自分が悪いことをしてもあなたには伝えなくなります。ですから、子供に本当のことを言うように促して、お仕置きは子供が嫌がらないようにそこまで厳しくしないことです。子供に怒鳴ってもいけません。子供が何を間違えてしまったのか、そしてどうしてそうしたことをしてはいけないのかを説明してあげましょう。そうすれば、子供も本当のことを話しても取り返しのつかない大事件に発展することはないということがわかるでしょう。8. 子供はあなたを困らせたくない。悪い知らせの受け取り方は人それぞれだとは思いますが、大抵の場合、特にあなたが親であるなら、まず落胆してしまうでしょう。ですから、子供があなたに嘘をつく理由の一つが、大好きなあなたを困らせたくないということであったりします。真実が分かっても、あなたの反応がそこまで仰々しくなければ、子供も本当のことを言うのをそこまで恐れなくなります。また、どんな問題でも最初はどう対処したものかと難しく考え、動揺するかもしれませんが、解決の糸口がつかめれば簡単に対処できるようになるものです。子供はあなたに、何がいけなかったのだろう、どうすればよかったのだろう、などと考えすぎてほしくないのです。事態が悪い方向へ行ってしまった時、子供がいつでもあなたに助けを求められるような関係を築いていってください。7. 子供は嘘をついているのでなく、空想している。幼少時代は想像力をフル回転させて遊ぶ年頃、小さな子供は世界を全く違った視点で見ています。彼らにとっては世界は魔法でいっぱい、自分だけの小さな世界を作り出すのです。その結果、時に子供は自分の望みと現実を取り違えてしまうのです。あなたに自分の最高の冒険を語ったり、みんなに兄弟ができると確約したり、それから空想上のお友達。私たちも子供の頃いましたよね。あなたにもいましたか？下のコメント欄で教えてくださいね。こうしたことは子供特有の行動なのだということをお忘れなく。このような可愛い嘘には優しく対応してくださいね。いずれにしても時が経てばなくなるものですから、今は純粋な空想で遊ばせてあげてください。6. 子供は覚えていないから嘘をつく。時々、子供は本当にそんなつもりはなくて嘘をついていることもあります。特に自分が悪さしたことを忘れてしまったなど、こんな場合、子供は嘘をついているものの、その嘘が本当のことだと信じているのです。特に子供に時間が経ってしまっていることについて聞いた時によく起こる状況です。私たち大人だって物事をすぐ忘れちゃったりするのですから、ましてや小さな子供だったら当然そうですよね。彼らがわざと嘘をついているのではないことを分かってあげてください。嘘をついているのではなくて、そういう形で記憶しているだけのことです。そして、このような状況では、子供を叱っても意味がないことも理解してくださいね。こういう嘘には心配ご無用、誰が悪いわけでもありません。誰のせいでもないのです。寛大になって子供にきちんと説明してあげてください。5.
子供は嘘をつくのが礼儀だと思っている。礼儀正しくすることと真実を伝えること、残念ながらこの2つがいつもいい取り合わせとは限りません。例えば礼儀正しくしようとするからこそ辛辣な事実を伝えられないといったことが起こります。子供には礼儀正しくなってほしくて行儀作法などを教えますよね。だから子供は時に嘘をつくのが正しいと思ってしまうのです。おばあちゃんが編んでくれた靴下を履けて嬉しいと言いながら、心の奥底ではこのプレゼントにがっかりしていたり、正直言ってみんなこういうことしてません？微妙なところですよね。子供がこのような場合どう振る舞うべきなのか、自分の子供にどう振る舞ってほしいのか決めるのはあなたです。結局のところみんな同じことをしてるんです。4、私たちは正しい答えをプログラミングしている。私たちは子供に質問するとき、自分が聞きたい答えだけを期待してしまいがちです。例えば子供が自分のお皿に乗っているものを明らかに食べたそうでないとき、私たちは美味しいと聞きます。この料理好きだったよねというような聞き方をする親もいます。このような質問を厳しく有無を言わせぬ口調で投げかけると、子供はあなたに同調せざるを得なくなります。この場合、もしあなたが子供に嘘をついてほしくないのなら、今は何が食べたいの？といった感じに聞いてみてはどうでしょうか。質問するからには子供の本当の意見を聞きたくありませんか？自分の期待していた答えと違っているからといって怒ったりするのは意味がありません。子供たちに自分の意見を言わせてあげれば、子供に問題があってもあなたにオープンに話してくれるはずですよ。3、子供は悪役になるのを恐れている。前述の通り、子供は想像力を使って長い時間遊んでいて、その中で様々な違った役柄になりきっています。そしておとぎ話の中で悪いことをするのはいつも悪役ですから、自分が悪いことをしてしまったと本当のことを話すのが嫌なのです。本当のことを話せば自分も悪役になってしまうような気持ちにさせられるからです。大人の視点から考えるとおかしな理屈ですが、子供は物事を大人とは全く異なる視点から見て考えていることを忘れなく。もしあなたがこのような問題に直面したら、いい人でも間違えることがあるんだと教えてあげてください。間違えたからすぐに悪者になるというわけではなく、自分の行動に責任を取り、自分の間違いを認められることで悪者になるのを避けられると伝えてあげましょう。2、私たち自身も嘘をつく。ほとんどの子供にとって親が彼らのお手本になります。親のすることを何でも真似します。子供に将来何になりたいのか聞けば、きっとお母さんやお父さんみたいになりたいと言うでしょうし、親の職業を挙げるかもしれません。あなたが取るに足らないほどの嘘を言う時も、ずっと子供は見ています。だから子供は本当のことを言う代わりに嘘つくことも選択肢に入れてしまうようになるのです。この場合の解決法は難しくもあり、簡単でもあります。あなた自身がもっと正直にならなければいけません。そうすればきっと子供も正直になりますよ。1、自分の存在をくだらないと思っている。もしあなたが子供を愚かな相手として扱い、怒鳴ったり何をしても責めたりしていれば、子供は何が良くて何が正しいのかなんて学ぼうとしなくなります。そして本当のことも話さなくなるでしょう。そして怒鳴られたり騒がれたりお仕置きされないように、嘘をつくことがパーフェクトな解決法となってしまいます。ですからあなたの子供とは自分と対等の相手であるように話し、何が悪いのか説明し、子供を全てにおいて責めるのはやめましょう。そうすれば子供も成長したいと思うようになり、本当のことを話す大切さも理解できるようになるでしょう。自分の犯したミス全てをなじってくる敵だと認識されるより、信頼できる相手として見られた方があなたにとってもずっといいに決まってますよね。ではここでおまけです。子供の癇癪をストップさせる一言。理由がどんなに取るに足らないことだったとしても関係ありません。子供の大好きなおもちゃが壊れた、またはお菓子を10個以上食べようとしたらママに止められた。理由は何であれ、子供を叱らないであげてください。その代わり
落ち着いて優しく子供に質問してみましょう。それって大きな問題？小さな問題？それとも中くらいの問題？例えば、あなたの子供が友達からおもちゃを貸してもらえず怒っていたとします。子供が手がつけられないほど騒ぎ出すまで待たずにすぐに聞いてください。それって大きい？中くらい？それとも小さい問題？そして子供が答えるとき、問題の大きさが何であれ解決法を一緒に考えようと提案します。もしかして他のおもちゃならいいかな？友達を招待して一緒に遊ぼうか？選択肢はたくさんあります。幼児心理学者によると、この何の変哲もない質問が子供を落ち着かせる理由は3つあるそうです。私たちが子供の感情を認め、子供を気遣ってくれていることがわかるから。質問されることで子供は素の状況を熟考できるから。質問することで親が子供に自分で問題を解決してみるよう促しているから。このような理由から、とても有効なこの質問をすれば、数分間お子さんと落ち着いてお話しすることができるはずです。あなたの時間もその後の労力も救われ、そして自信もつくことでしょう。自分の子供との間に信頼関係を築き上げたい親御さんへ、あなたからのアドバイスはありますか？あなたご自身が子供なら、ご両親に本当のことを隠さないようにするために親ができることって何だと思いますか？ご意見をコメント欄に残していってくださいね。動画下の評価ボタンのクリック、お友達へのシェアもお忘れなく。